クラウン2のレッスン1パート4かな、最後やんな多分な。行きましょう。Before concluding my talk, let me share with you a couple of Japanese words which I find really interesting ですか。ちょっと待ってよ、これぐらいで引いとくか。よいしょ。まず最初ね、 before から始まってここコンマ来てますから、ここまでで一回な区切るで、どうね。Conclude、 結論付けるって意味ですね。私の話の結論の前にってことです。 OK、まあ要はなんか結論を言う前にってことや。どうしよう、一応書いとこうか。 Conclude、 結論付ける、よいしょ、結論付ける、よいしょ、こうやったっけ。はい、その前に、結論言う前に、let me、 let は刺激動詞ってやつやんな。よいしょ。これは、何々させるって意味です。刺激動詞。私にさせてくださいねってことや。share させてねってことやね。with you。あ、couple of、couple of はね、少しのみたいな感じやわ。少しの。いくらかのとかね。Japanese words、 いくつかの、日本の言葉、日本語を、あなたたちと共有させてもろていいでしょうかみたいな話やんな。で、ちなみにその which 関係代名詞ついております。その日本語って一体どんなんですか言うたら、関係代名詞で説明やな。なんとかかんとかな日本語の、日本の言葉ってことや。一応ここまでやんな、当然。以上。どんな日本の言葉で使えたら、私が find really interesting、 本当に面白いと思った、もうこの find はね、思ったでいいと思います。見つけるって意味やけど、もしくは分かるやな、本当に面白いと分かったとかやけど、まあ、思ったでいいでしょう、ね、ほんまにおもろいって思った、おもろいというか interesting やから、あははは、あのおもろい方じゃないで、興味深いってことね。すごい面白いやんその表現みたいなやつや、だと思った日本の言葉を、いくつかあなたたちと共有させてくださいということですね。Imagine that you're strolling in the park on the bright summer day ですか。Imagine 動詞ですよ。想像するっていう動詞です。動詞から始まってんねんから当然命令文な、これ。何々してくださいってことね。想像してください。ざっと以下のことを想像してくださいってことです。このざっとは当然接続詞のざっとやで、動詞の後ろに来とうからな。ざっと以下のことを想像してくださいってなってますよ。これ矢印しちゃうとなんか説明みたいになってまんな。ここでいいか。You are strolling. Stroll.、散歩するとかでいいんですよね。確かね。こうでいいですか。で、はい。ブラブラ歩く、散歩するですね。まあ、まあ散歩するでいいでしょ。普通にね。Stroll. 散歩。よいしょ。する。In the park on a bright summer day、明るいってことやね、bright。明るい夏の日に公園を散歩しているところを、まあ、想像してみてくださいということですね。よいしょ、こうね。で、you breathe in the fresh air ですか。これね、間違うようにね、breathe な。まあ、主語の次やから動詞っていうのはわかるもんね。よいしょ、読み方は breeze です。breeze 最後濁るで、目、これ動詞な、名詞のね breath っていうのはね、 breath、 これはよいしょ、ブレアス th で終わんね、 e 入りません、これ breath な、 breath、 これは息っていう風な名詞です、ね。こっち側は breeze は呼吸するって意味な。動詞ですよ、うん。その違いがあるからね。名詞がこっち。これが動詞な。breeze。まあ最後だってほら、the やんか。the だけでなんて読むのって言ったらほら、the やろ。明日にも書いとったわ。the やん。濁りますやん。さじゃないでしょ。the やん。濁んねんから、ほな、この THE 来たら、ズッズッって濁りましょうね、ぐらいな感じや。breeze、呼吸する。you breeze in the fresh air。
新鮮な空気を吸い込むみたいな感じやな。公園の中で散歩しとって、新鮮な空気を吸い込みますよと。深呼吸します。You are looking up at the trees. Look up やから見上げんねんで。で、この at はlook とセットやからね、基本的に。見るっていう時は look at 使いますから。The trees、木を見上げていますよということですね。で、You see the sunlight filtering through the leaves。これ俺さ、言ったことない、もしかして。俺の結構好きなやつやねんけど、木漏れ日ちゃうのこれ。なんか初回の方で俺言った気がすんねんけど。まあ前は行こうか。You see the sunlight。あなたは太陽光ですね。sunlight やから。を見ますや。で、filtering through やから、フィルターってわかりますやん。なんかこうね、何ですか、越していくやつな。フィルターなゴミ取っていくみたいなやつや、ね、細かい目のやつです。をスルー通すってことや。The leaves だから透き通るとかでいいんじゃない？葉っぱを透き通った、太陽光を見ますってことや。うーん、フィルタリングスルーでこれ透き通るにするな。通り抜けるにする？通り抜けるでいいか。よいしょ。通り抜ける。leaves は、これあれやで、葉っぱのことな。これも間違えんといてよ。これ葉っぱです。の複数形ね。名詞の leaf の複数形です。が leaves な。よいしょ。ちなみに、動詞の leave 出発するとか去るってやつやんな、の三単元の s ついたやつ、これに三単元の s がついた、leaves っていうのもあるけど、どっちやねん、形一緒やからな、これな、全く一緒なんで、どっちかわからんって並んどいてよ。前にだってザーついとんねん、こんなもん名詞やろ絶対。だから今回はこっちの動詞の方じゃないよってことやで。こっちの上の方な、名詞の leaf の複数形の leaves です、ってことは葉っぱを通り抜けた太陽光を見ますよとね。想像できますよね。ね、公園ってあれな、多分なんかこうなんですか、たくさん木があるとこや。まあ別にたくさん木なくてもいいか。まあでも俺が想像してんのは京都やったり奈良とかにもなんか奈良公園の奥の方にある森林みたいな、そんな感じ、イメージとしては。そういう風なところ、を通り、通り抜けるじゃない。そういうとこ歩いとって、散歩しとって、新鮮な空気吸うて、ほんで、パッと木を見上げたら、何？葉っぱをこう通り抜けて、太陽の光、木の光がこう、キラ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 って見えてるみたいな状態な。これですよ。How did you describe this kind of sunlight?このタイプのサンライト、日光を、this kind of やから、この種類のってことな。まあ、このタイプのって訳してもいいと思うわ。一応この種類のって書いてあるな。この種類の。まあ、でも訳すときこのタイプのの方がなんかしっくりくるよね。このタイプと、このタイプの日光をなんて表現しますか？ describe 表現するや。どう表現しますってことね。表現するや。どう表現しますかと、出てきましたね。コモレビーです。I found this、find this fascinating。 これ find AB ね。 find AB です。 A が B だとわかるとか、それこそ思うとかでいいよね。だから、これって、ファシネーティングだと思ったってことよ。ファシネートは魅力的ってことです。よいしょ。魅力的。ですね。この表現ってすごい魅力的だと思いませんか？いう話ですよ。確かに。この人とは気が合いそうですね。木漏れ日っていう表現は結構俺好きよ。多分俺、パート1で言ってた気がすんねんけどな。そのパート1やったっけ？パート2やったっけ？どっか忘れたけど。なあ。日本語に訳しにくいやつがあるんやで、みたいな。じゃあ、逆か？英語に訳しにくいのがあるよ、みたいなな。話が出た時に。言うてた気がすんねんけどな。結構好きな言葉です。あと、あれやな。恋の予感やったっけ？
恋の予感っていう言葉、日本語を英語に直すときにめっちゃたくさん語がいい、語数がいいねんな。みたいなとかね。あります、あります。まあ、行きましょう、その次ね。ね、I buy lots of books. あ、これ別の話になってるのかな。じゃあね、木漏れ日っていう表現がまず一つありますよ。いくつか教えてくれるみたいだからね。A couple of Japanese words だから。では次の二つ目ですよ。I buy lots of books. 私はたくさんの本を買いますと。People ask, 尋ねます。人々は尋ねます。Have you read all those books? あなたはそれらの本全部読んだの?みたいな話だね。一応完了形ですからね。Have プラス過去分詞。もう読んだん?ってことや。Already 入ってもいいかもね。あ、Already っていうか疑問名から Yet とか。もう全部読んだの?みたいな話だな。Of course not.、ね、もちろん読んでないよと。ね。I often leave books under, じゃあ unread か。unread。この leave は、この leave はとか S ついてないからこれはわかるか。これ普通にあれな。さっき言ってたの。leave な。去るとか出発するとか。あとは、ほったらかすって意味があるよね。leave。放っておく。よいしょ。放っておく。っていう風な意味があるから、私はしばしば、まあしばしばというかよくやね。よく放っておくメソッドと。books unread。unread やから、リードの前にアンついておくからな。読んでないってことや、ね。読まないまま。読まない状態で本を放っておきますよっていうことやな。読まないままにしてる。で、I just pile them up without reading them. pile up, pile は積み重ねるって意味です。これね。積み重ねる。積み重ねるですか?で、まあ、アップは、まあ、で、セットで考えておいていいんじゃないですか。上にこう、どん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 こう、上にこう積み重ねていくからね。without reading them. without 何々なしでっていう意味だ。当然、前置詞なんで、後ろ同名詞になってますよ。この ing は同名詞な。前置詞の後ろ名詞じゃないとかもね。私は、それらを読まないまま、ただただ積み重ねていますよと。just はこれ、ただなんちゃらだけでいいでしょう。ただ積み重ねてるんだみたいな話だね。めっちゃたくさん本買うて、家にめっちゃたくさん本があると。で、友達がなんか、それ全部読んだんみたいな言うたら、いやいや、読んでないみたいな。でもちょっと放ったらかしのまま置いたやつあるわみたいなね。ただ積み重ねてるだけの状態のやつあるでって話よ。で、Japanese has a word to describe this kind of reading. 日本語は持ってますよやな、言葉をや。日本語はこういう言葉持ってんねんで、describe、表現するな。こういう表現するのなんかあったっけ?ほったらかしにしとって、パッと思いつかんな。読んでないね。鑑賞用?ちゃうかな。日本語には、この種類のリーディング。リーディング?読書?を表現する言葉がありますよと。まあ、この to 不定詞あれね、後ろ動詞記号からためのってやつね。表現するための言葉を持ってるんだよってことで。まあまあ、日本語にはこういうふうなことを表現する言葉がありますよって訳でいいでしょう。で、つんどく。I love it. なんかそんな表現があるんですか?ちょっと待ってよ。待って。まさかとは思うけど、これ、積んでおくって意味の積んどくってこと?そんなことないよな。積んどく。あるわ。俺知らん、この表現。積んどくって言うんや。そこに積んどいての意味の積んどくかと思ったら違うんやね。ほんまに積んどくっていう。初耳、これ。これで、しかもこの毒ってこっち書くんやって。へぇ。積んどくは、入手した書籍を、邪魔。
積ん読は入手した書籍を積むことなく、読むことなく自宅で積んだままにしている状態を指す言葉で、意味する言葉であると。へえ。積んでおく、本をね、こう上下にこう積んでおくっていうのと、読書のカバン語、カバン語って何であるとともに、積んでおくの、なんて読むんですかこれ、展示でなまるみたいなね、の積ん読にも欠けている。へえ。やって、しかもこの言葉が生まれたのは明治時代だとされるが、江戸時代すでに朗読、黙読、なんて読むのかなこれ、寸地を書の三読法としたとあるように、概念自体は積ん読という言葉が誕生する以前からあったものと。だから最近の言葉じゃないんや。へえ、知らんかった。積ん読だって、おもろ。なるほどね。まあ、なんせ日本語にはそういう言葉があるんですと。私それ大好きやわ、いう話な。おもろい。はい。で、行きましょうか、その次。As speaker、ちょっと待って。だから、ここのリーディングはほんまに、だから読書でいいでしょ。そういうタイプの読書。まあまあ、読んでませんけどね。読んでないけど、その読書のタイプっていうのを、よいしょ。読書って書いておくな。そのタイプの読書のことを積ん読っていうふうに言うねんでと。読まずにそのまま積んどくことな、を積んどくと言いますよと。で、行きましょう。As speakers of Japanese、 日本語の、話し手としてって感じやから、まあまあ、日本語を話すものとしてぐらいな感じやな。日本語を話すものとして、 You may not find these words unique か、あなたは find、 また出てきました、find AB のさっきな、ここの上でやったね、ここでこの辺でやってるね、の形やから、もう一回一応書いておこうか。Find these words が A で、unique が B な。A を B だと思うってやつや。これらの言葉が unique、面白いとは思わないかもしれませんと。ね。日本語を普段話す人やから、その言葉別に普通やねんけど、何がおもろいんってなる人がいるかもしれませんよ、という話だね。でも、やな、yet。これは but と同じ感じな。しかしです。しかし、non-native speakers of Japanese、 日本語のネイティブスピーカーではない人、からするとですね、often、しばしば find them unique、 また find AB 出てきましたね、to Japan、日本において、日本にとって、それらはユニークだと思いますよという話だな。日本にとって、日本独特ぐらいな感じか、unique to Japan。これで日本独特にしておきましょうか。日本独特。待って待って、独特の特はあれで、特徴の特でいいねんな、これでやろう、独特じゃな。まあ、なんせ、ノンネイティブスピーカーズオブジャパニーズ、日本語の、ネイティブスピーカー、日本語を母国語としない人にとって、しない人は、しばしばそれらを日本独特だと思いますよ、ということですね。で、 Learning English is not just about words and rulesに、英語を学ぶこと。これ、ing になっとるから、これ、同名詞な。主語やで。これね。何々することや。英語を学ぶことっていうのは、not just about なんちゃら。単になんちゃらについてだけじゃないよってことや。not just で単に何々だけじゃない。まあ、じゃないは not やからな。just だけでいくか。単に、なんとか、だけ。だね。単に言葉やルールについてだけっていうわけじゃないんだよと。英語を学ぶっていうことはね。It can allow us to see the world in different ways。まず、allow です。allow。allow 人 to ね。allow 人 to って来てます。よいしょ。allow じゃなくて allow の発音。allow 人 to 何々で、人に何々を、まあ、可能にさせる。で、一応書いておこうか。可能にさせる。まあ、allow 許すってことだからな。人に何々するのを許しますよ、みたいな感じや。だから、それは、私たちに、see することを可能にさせるのよ。
ってことは訳すときはな、これな、それのおかげで、私たちは see することができるっていう風に訳すといいと思うで。一応だから主語がここにあるんだろ。やから、括弧主語の、おかげで、おかげで人は何々できるっていう訳をすると、日本語、俺らが普段使ってる日本語っぽくなるわ。まずこの it ですけど、その英語を学ぶことですか、イコールラーニングイングリッシュのことでいいでしょうか。ラーニング、イングリッシュ。ここね。英語を学ぶことっていうのは、私たちに世界を different ways、様々な方法、様々な点かな。で、世界を見ることを可能にさせてくれるんだよと。ということは、英語を学ぶおかげで、私たちは世界を様々な点で、視点で見ることができるんだということですね。この way は点でいいでしょう。way って道とか方法とかいう意味と、あともう一個点っていう意味があるからね。different が前についてから様々な点でいいでしょう。異なった点とか。異なったでいいな。もしくは様々な。異なった点で、様々な点で、世界を見ることができるんだよと。視点とかもいいかもね、この点はね。はい。で、lastly、最後に、May I give you a small piece of advice? May I なんちゃら、なんちゃらしていいですかってことだよね。許可を求めるやつです。何々していい?って表現です。あなたたちに、少しのアドバイスをしてもいいですか。 A small piece of な、ちょっとだけのってことや。ほんの少しのぐらいでいいでしょう。アドバイスをしてもよろしいでしょうかと。 Translation 翻訳っていうのは is sometimes 時々 used to make sure、 危なー used to やと思ってしもうた。これあれやな、悪いなこいつな。 sometimes 間に入れとうから、これ実は is used to make な。これさ、前もなんか話してるっけ、話してません、 used to とか be used to 系のやつ。あ、話してないんか、別のあれか、別の文章か。じゃあちょっと言うときましょうか。ここでもちょっと下の方に書くか。よくやる間違いのやつな。be used to ing、 まあ ing っていうか、まあほんまは名詞やねんけど、ここな、別に ing 系じゃなくてもいいねん、名詞が来たんやけど、これで何々するのに慣れているや、何々することに慣れているっていう表現な。熟語まず覚えといてよと。1個ね。で次が used to 動詞の原型です。 used to ちょっと D 離れすぎね。これ動詞の原型です。最後これで、よく何々した、昔はよく何々したってやつね、したものだみたいな表現やっていうのがありますよと。だからこの2つの表現は覚えといてねと。 be used to ing と used to 動詞の原型です。で、今上であるみたいに、この、前に B 動詞まずあるでしょ?で、used to あって、後ろ動詞の原型来てるやんか。B、used to 動詞の原型が来てますわ。これほな、なんかあるんかいう話だけど、なんもないです。これ別に熟語でもなんでもないです。上の2つはめっちゃ大事。覚えとかんと訳せへんよや。ただ、下の1個は、これは、もう中学の頃からやってる B プラス過去分詞で受け身。とあとは to 不定詞の訳をしてるだけや。だから何々するためにやな。これただの to 不定詞の方な。これで、使われる B プラス過去分詞だから受け身や。使われるっていう受け身な。to 不定詞と受け身が混ざってるだけね。の文章ですから騙されないようにね。な。
よいしょ。じゃあ行きましょうか。翻訳っていうのは、時々何々するために使われますよってことや。Make sure、Make sure は確実にするとか確認するとかいう意味あったよね、確かね。You have understood the English text, the English text you are reading、まず先にここから行こうか。 You are reading、 これ急に出てくる主語動詞やの。 You are とか主語動詞出てきてますね。文章の途中に急に出てくる主語動詞は関係代名詞いう話やったな。だからあなたが、よいしょ、今読んでいる、寛大って書いてもね、あなたが今読んでいる英語のテキスト、まあテキストってあの文章のことやから、英語の文章やな、を、have understood、 理解したということを、まあ確かめるでいいよね、この場合ね。 make sure、 何々を確かめるにしとこうか。確かめるために使われますってことや。ちょっと待ってよ。これ一応後ろにザッと隠れてますからね。ここ。接続詞のザッとがこの後ろに隠れておりまして、だからこれ後ろに you have understood って仕事をしてきとんねんね。えな。っていうことです。まあ、ここが完了形なとでもそういうことやんな。今とりあえず確かめますいうのが make sure のこのタイミングや。で、それまでに understand、 理解したってことやから。で、一応完了形使っておりますね。あなたが今読んでいるテキスト、英語の文章っていうのを理解したわっていうことを確かめるために、時々翻訳っていうのは使われますよ。いう話や。な。で、しかし、remember that、 that 以下のことを覚えておいてね。いう話やね。There might be やから、なんちゃらがあるかもしれませんってことや。Something lost、 何か失われたものね。失われる何か、どうしよう、何か。 Something white やったら何か白いものやもんな。 Something hot やったら何か温かいものや。 Something lost、 何か、失われるもの。ちょっと待ってよ。失われるものですかぐらいの感じかが、あるかもしれませんようやな。 in translation、翻訳においてってことや、ね。翻訳において何か失われるものがあるかもしれませんよっていうことです。だからその言葉で、その言葉独特の表現やからこそ、その言葉でしか表せない表現があるわけやな。でそれを無理やり別の言語にしようと思うと、そのなんていう、若干のニュアンスの違いやったりとかさ、ね、なんか、いやそれは、まあまあそういうのは分かるけどそうじゃないよなみたいなね、感じの表現になったりするわけよ。そういうふうな何かしら欠けてしまうものがあったりするから気をつけときなさいよという話ですね。この辺からでいいんですかね、こうですかね。はい、ということで、とりあえずこれでパート4というか、まあレッスン1ですか、ようやくですね、レッスン1が終わりでした。はい、ということでお疲れ様でした。